私は、B、リーウェイから来たコックのシャンリン。最も得意なのは、様々なロ、ロ、料理を作ることだよ。はぁ、あんなにたくさん練習したのに、やっぱり緊張しちゃった。えへへちょうどいいところに来た。一緒に食材を補充しに行かないお昼ご飯を作ったよ。早く食べにおいでよ。 しないとうんなくなっちゃうよ夜食食べるちょうど岩戸影の串焼きを作ったんだそんな目で見ないで食べてみてよねえこっそり何かいいもの食べているんじゃないでしょうねあ休んでいるだけだったの <laughs> おやすみお菓子でも食べて。 一息ついたら一皿持ってきたんだよ火のスライム粉山椒やっぱりニンニク味で炒めた方がいいかな暇なら暇でもいいけど一緒に食材を探しに行こうようーん私雨ってあまり好きじゃないんだそういえば今日洗濯物干してたっけ スタケ狩りに連れていってあげる行こう行こう風スライムはこういう天気の時に動くのが好きなんだよせっかくだからたくさん集めてねスライムかき氷作ってあげるからモンドの竜を見たことあるのどれくらいの大きさ、はあすごいその竜でステーキを作ったらすごい 道案内より料理の方が得意なんだけどなー。まあいいや。外で私を呼べば間違いはないよ。お腹を壊したら、現象原のお茶を飲むといいよ。えうん、落とし子食事療法のことを知っていてもおかしくないでしょ。私、玉ねぎが好きなの。玉ねぎを切っても涙を流さない方法を。 十数種類も試したんだけど、どれも効かなかったよ。でも、それでも、私の玉ねぎ愛は止められないけどね肩の肉の串焼き、いるはい、どうぞー。私の秘伝の味付けをしているの。他のお店とは絶対に一味違うからね。見ててよ。こうやって、鍋に油を入れて、 それから羽を取った小腸をこうやって鍋に入れて炒めるああ逃げないでよすごくいい香りなんだからうぅキノコとスライム炒めが一つも売れないよ見た目が良くないのかな味はすごくおいしいのにな好きな食べ物かそれはもちろんまだ知らない味の新料理だよあれ こういう答えってずるいうーん本当のことなのに私は食べ物に対して何の偏見もないよオリジナルな調理法はあるけれど食べられないものなんてないんだからうわ気持ちいい力がみなぎるはっ、あ、よしパンチ一つで仕留めた新鮮な食材ゲット